はい今回の動画は Excel ででデータのですね範囲選択をしたいといったときにマウスがあるときであればねマウスのドラッグ操作で、ね、こういった形でね範囲を選択をするのがやりやすいと思うんですけどもただノートパソコンでマウスがない状況でこういったですね範囲選択をするときはです、ね、タッチパッドをね使うと思うんですけどもただこのタッチパッドの操作だと少しねやりづらく感じるという方もいると思います。 そんな場合はキーボードの操作だけでもですねこういった範囲選択をすることができますんでそのね2つのやり方をご紹介します。 ははい、それではね、早速やってみたいと思うんですけどもまずはその範囲選択をしたいですね、左上のセルを選択をしておいてもらえるとやりやすいと思うんですけども、まあ、今回はこの表をですね、範囲選択してみたいと思いますんで、このね、左上のセルを選択をした状態でキーボードのシフトキーを押しながら右矢印キーかもしくは下矢印キーですね、まあ、例えば下矢印キーを押すとこういった形で下にですね、範囲選択していってで続けてシフトキーを押しながら右矢印キーを押すとですね、こういった形で範囲指定することができます。 はいでは次に2つ目のやり方ですけども同じくですねその範囲選択したいですね左上のセルを選択をした状態でキーボードの F8 キーですねファンクションキーの8番のキーを押してください。 はい、そうするとこの画面のです、ね、下のところ見てもらうとこの選択範囲の拡張っていうのが、ね、表示されてると思うんですけどもこの状態になってるのを確認をしてもらって今度は単純に矢印キーですね例えば下矢印キーを押すと下に範囲選択していってで右矢印キーを押すとこういった形で右側をね範囲選択することができます。 でこの範囲選択の拡張モードを終了する場合はキーボードのエスケープキーですねこちらを押してもらうとね今こちら下のところ消えたと思うんですけどもこれで元の状態に戻るということですねなのでこのキーボードの操作だけで範囲選択をする方法ですねこのシフト矢印か、まあ、もしくは F8 キーを押して矢印キーで選択をするかどちらがやりやすいかは人それぞれだと思うんですけども、まあ、マウスがなくてですねこのタッチパッドだとどうもね選択がしづらいなという感じる方はですねどちらかを使ってもらえると便利だと思います それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。